牛久駅西口にあるブルーツリーさんはおしゃれで素敵だと評判の自然派美容院です。そのブルーツリーさんの開店5周年を記念したイベントが開催されるというので行ってきました。まず目を引いたのが出店者さんたちがお揃いで着ていた綺麗な色のオリジナル T シャツ。なんとボディカラーは草木染めしたのだそう。以前ちゃんみよ TV で紹介されていた風花さんも出店されていたので T シャツのモデルさんをお願いしちゃいました。私が会場に着いた時間はお昼より少し前だったのですが、すでに会場には多くのお客さんがいっぱい。しかもあちこちの飲食店で行列ができていました。飲食店以外にも会場には革小物やアクセサリーなどの可愛い雑貨やお花、ネイル、マッサージなど美と癒しのコーナーもあってとっても充実していました。それにしてもこのイベントは出店者もお客さんもおしゃれ度が高い。牛久ってこんなにおしゃれだったっけと会場の様子を眺めながら、まるで鎌倉の朝市にいるような雰囲気を堪能しました。